平野氏用と、神宮ぐう太たがいるから大丈夫滝沢氏の、とべ、7割以上が、成功すると回答。ジャニーズメンバーが続々と合流している、滝沢秀明氏が設立した、株式会社とべ、元 V6 の三宅健をはじめ、元キングピンス以下、キンプリ、神宮ぐう太たや平野氏よ JR 内ユニットインパクトオーズをとして活動した7人現在は、イムップに改名して活動中に続き、元ジャニーズ JR の大統立期の所属が8月16日に発表されました。業界内外では、8月末をもってジャニーズを離れるキスマイフトに北山博光や、 9月末に退場する元金プリの岸優太も飛べ入りが確実視されており、これからどんな活躍を見せてくれるのかと期待に胸を高鳴らせているでしょう。一方で、滝沢氏は政治団体ごぼうの党の代表奥の高志氏との親密関係も明らかに、本人は SNS を通し、現在はほとんど会っていないことや、 トベは特定の政党に偏らない、などとアピールしていたものの、ネット上では、ごぼうの党や奥の氏に不信感を抱いている人が拒否反応を示し、応援できない、などと否定的な声を上げているほか、この先を心配する声も寄せられています。そこで今回は、株式会社トベの今後についてアンケート調査。 下記の3つの選択肢から一つを選び回答してもらいました。実施期間、2023年8月3日から2023年8月13日、回答数、3549。成功する失敗するどちらとも言えない。1位、成功する74%、2639票。 ネガティーブな意見も多い株式会社トベですが、7割以上もの人が成功するに投票。理由として挙げられるのは、元キンプリの平野や神従寺の存在です。彼らの輝かしい活躍を見てきたファンは、今後も同じように活躍し続けてくれると期待しているようで、二人がいるから大丈夫、とのコメントもありました。同様に、滝沢氏への評価も高い様子。 ジャニーズ事務所副社長時代に見せた手腕を含め、これまで積み上げてきた実績で、ファンに成功は間違いなし、と思わせているのでしょう。また、後輩やファンを思いやる気持ちがあるから成功するとの意見も、所属したメンバーは彼を慕って集まってきたことに違いありませんから、そうした点も、ファンが安心感を抱く理由の一つなのでは。 彼らが力を合わせて道を切り開いていく姿を見守りたいと多くのファンが新たな地での再出発を好意的に受け止めているようです。とはいえ、まだ表だった活動が少ないため、約2割がどちらとも言えない、と判断しました。また、 現時点で明らかになっている所属タレントは、元ジャニーズのみだけに、その実力を疑う余地はないものの、人気や知名度に頼っているという印象が強いようです。その他、テレビ局のジャニーズ忖度を心配する声も、ジャニーズサイドは近年、厚生取引委員会の目や世間の評判を気にし、かつてのように各局に圧力をかけることはなくなったとされていますが、 テレビ局側が忖度して、元ジャニーズの起用を見送るケースは現在も少なくありません。特に民放の地上波番組への出演はハードルが高くなることから、今後、活躍の場が限られてしまうのではないかと懸念する声も上がっています。3位、失敗する9%、307票、約1割の人は残念ながら、 失敗すると考えているようで、その理由は様々。まず、フルストの規模と比較するとどうしても頼りなく、成功できると思えないという声が。ジャニーズ解除者には、現在も活躍しているタレントは多数いますが、中にはどんどん人気が失速していった者も,もいるだけに、ファンの不安はつきません。 また、キンプリは長瀬と高橋がジャニーズに残留していることから、仲の良いメンバーを見るのが好きだったファンの中には、彼らがバラバラになったことにショックを受け、飛べで再出発を切った平野と神宮寺を素直に応援できない人もいるようです。なお、イムップ派8月18日にデジタルシングル、クルージン。 で、世界同時配信デビューを果たしますが、その他のタレントは、まだ具体的な今後の展開が明かされていないことから、魅力を感じられないと残念がある声もあります。ただ、タレントは引き続き応援するというファンがいることも確か、今後、新たな活動を展開し、失敗すると、回答したファンの心配を、払拭してほしいところです。 それぞれの投票コメント、1位成功する 74%2639 票20丸平野塩という唯一無二の絶対的スターがいるのが一番大きい。世界でも見つかれば世界的スターになれる。また、滝沢社長のプロデュース力が並外れているすごい手腕だと思います。期待しかないですね。20丸平野志洋さん神宮寺ゆ太さんらがいるんだから大丈夫。 二重丸タッキーはいろいろな面で苦労の人だから成功してほしいと思うし、トゲに入る人たちを見てるとみんないい人ばかりだから大丈夫って思う。二重丸ジャニーズへの逆風が吹いている後期だけに成功すると思われる。二重丸基本的な部分が誠実で芯がぶれないような感じがあるし、後輩の言い分、話にも真摯に聞くように感じた。 二重丸滝沢氏の手腕及び人柄による人脈今の時代に何が必要か理解している。二重丸やめじゃにを大量に受け入れなければ成功するはず。また平野市王と神宮寺ゆうの経済効果とそのファンの購買力の高さから成功しか見えない。またエムプエの今後の飛躍の予感を感じる。二重丸素晴らしいメンバーが揃っているから大丈夫。 2位、どちらとも言えない17%、603票20丸ただ、元ジャニーズを揃えただけ、それも大きく育った人を引き抜いたと思います。将来何年か経つと分かってくると思います。20丸ジャニーズには嵐がいるから、20丸テレビ局のジャニーズに対する忖度は根強い。才能ある方たちなので活躍を望む。20丸良いメンバーが揃い始めたが、まだ、 彼らの表だった活躍が見えてこないため、二重丸いい人材揃ったけど、全事務の圧力があるのか、歌番組やドラマなど、活躍の場があるのかが心配です。二重丸すべては、滝沢氏の手腕次第。所属アーティストたちも、世間から、なからんだ、事務所が J から T に変わっただけじゃん、と、失望されないよう、これがやりたかったから、 滝沢くんのところに行ったんだね、と指示してもらえるよう頑張ってほしい。期待してます。3位、失敗する9%、307票20丸会社の規模が小さすぎて本家には勝てるわけない。20丸活動の道筋が見えない。20丸新しいことを期待していたが、結局ジャニーズの出来上がった子たちばかり書き集めてつまらない。 今まで与えられたことをしていたが、飛び抜けた才能がないと長くは続かないように思う。今は話題性で持ってる感じがする。魅力がない。二重丸派手に演出してるけど、結局ジャニーズに号店。